はい、今日はちょっと、はい、どうも。あのね、羊くんがね、バイト中という噂でバイトで今サービス残業中だからあのっていうことを私は来ました。あの変わりがあるのか、あるところに着くまでじゃあちょっと今日はゆるっとラジオ配信みたいな。そうですね、まあ、あるところというかね、羊くんのバイトが終わるまで私がつなぐというちょうどなんかラジオっぽいなんか電磁波みたいなのが聞こえます、うん、音が。ああ、いいですね。あの今あの極寒の地アラスカにね私はカニを取りに行ってるともいないとも噂立ってますけど、ね、異空間ですね。異空間でちょっとベーリング海峡半端ない、ベーリング海峡でこんにちは、私プロフェッサー F です。姿は見えないですけどね、姿見えない感じでよろしくお願いします。お願いします。これね、あれ、あ、まあいいか、まあいいや。なんですか。あの、いや、スピーカーモードにした方が面白いかなと思ったけど、おう、しましょうか。まあ、ちょっと一回スピーカーモードをやってみるといいか。試してみましょう。あのいつもの、あの、羊くんと N 沢みたいな。あれ、なんか3つある。そう、3つあるんです。何ですか、このイマーシブって。あれ、それはね、たまに羊くんと、うん、あの、柴犬が、やってるモードのところを見てもらえるとですね、うん、イマーシブルでやってます、でただそれちょっとね、ネットっていうか回線食うっていうか、うん、重くなるんで、ちょっと今回は了解です。じゃあスピーカーモードしました。しましたよ今。ではちょっとなんかなんか羊がごちゃごちゃ言ってるみたいですけど私が何でしたっけ、右締めがなんとかみたいな。いや、前回まあ、まとめると客観的な攻撃を自分にどれぐらいやるかみたいな、うん、だからその自分が主観で見ちゃってるといつもと同じパターンの問題で、あのネズミの迷路の問題の話です、ね、うん、うん、あ、そうそうそう、毎回 A パターンみたいな。そうそうそう、うん、だネズミちゃんよりも人って本当はアホなんだよという話です。うん、でも、なんていうんですか。あ、そう。で、動画をちょいちょい僕、うん、もう見直したんですよ。はいはいはい。自分の主観というか、うん、どう 見えるのかって客観的に見るの一番早いじゃないですか。うん、前回もそうだったんですけど、うん、僕が言ってることなんか噛み合ってないですね。噛み合ってない。なんか論点がちょっとずれてる気がして、うん、いやそこじゃない、なそれじゃないなっていうか。あ、でもそれすっごいいい気づきで、すっごいね、言いたいことの一つでもあったんですけど、うん、まさに多分それだと思うんですよ。で、うん、それはそれこそがネズミの迷路の問題なんですよ、うん、ある人に何かを話すともうその A パターンで受け取っちゃうんですよね、うんうん、で A パターンで受け取っちゃうのは1パターンとしては OK なんですよ。はい。毎回それだともうそれでやられちゃってるじゃないですか。で正直ね、ずれてんななんていうのは全部ずれてるんですよ。で、噛み合ってんなっていうのは、喋り手の主観と聞き手の主観がなんかイエスってなった時なので、うん、それって別になんかただの、乳繰り合いみたいなもんなんですよ。じゃなくてそのなんだ現実とか真実に対して噛み合うか噛み合わないかっていうのが本当は一番大事なんで、てだ2つ噛み合うがあるんですよ、うん、でそれが話したとちょっと長くなっちゃうんで、うー、また今おそらく N 沢が話してるその人の話してることに対して多分同じ反応をしちゃってずれてるみたいな話なんだと思うんですけど、そこなんですよね。あれ、聞こえます。あ、でそれを変えてほしい。だから毎回果物が食べたいって相手が言うじゃないですか、私が言うじゃないですか。はい。でその時に N 沢はいつも反応しちゃってリンゴをくれるわけです、うん、そこをみかんやパイナップルやバナナに変えられるかっていうことです。で変えていくうちに梨が来て、私が、あ、そうそうそう、私が一番噛み合ってるのは梨ですっていうのが、うん、まあ相手の主観側に噛み合った話なんですよね。
なるほどですね。相手が要はよく分かってんじゃんみたいな。相手がで、そればっかやるとまたおかしな話になるんですけど、で本質がイチゴだった場合は、イチゴなんですよ。あ、イチゴちげえなって私が思っても、本質がイチゴだった場合、イチゴなんです、ね。うん、でもその私は梨だと思い、N 沢はいつもあの同じパターンでリンゴだったとした場合、何も噛み合ってないという。永遠に終わんないやつです。永遠になんかいつもと同じ感じになる。それは回避したいので、その果物って言われた時にいろんなものを投げれるような頭の柔軟さが欲しいですね。そうですね。で、それで仮説検証すれば、あの現実が違う意味で見えてくるじゃないですか。リンゴの時はこうだった、オレンジの時はこうだった、梨の時はこうだった、イチゴの時はこうだった、あれイチゴこれなんか世の中の原理なんじゃねみたいな。うーん、でついに N 沢はイチゴという原理を発見するわけです、うん、そして使えるようにもなった、うん、これを求めにいってるわけです。なるほど、世の中の原理を求めてるんです。でそもそもそのずれてるって決めつけた方がいいよっていうのが羊ちゃんがよく言ってる話ですよね。決めつけない限りずっとリンゴになっちゃうんですよ、うん、だからその人にとって果物はリンゴしかない世界なんですよ。あ、もう果物っていう抽象的なものはリンゴしかないっていう。そう、果物イコールリンゴみたいな。だから幸せな結婚イコール金持ちと結婚するみたいな。なるほど、みんな特徴してる。だから不幸になるわけじゃないですか。うん、で金持ち釣ってみたけど、なんかあれ結婚してみたらなんか不幸だったぞみたいな。でそれで、あ、金じゃなかったんだとか気づくわけじゃないですか。幸せイコール金じゃないみたいなのに気づくわけです。理想と現実は違うみたいな、うん、でもその思い込みとかその世界が狭い人ってそうなっちゃってるってことなんですよ、うん、果物イコールリンゴみたいなのが多いんです、うん、だからあれじゃないですか、その教育イコールいい学校行っていい会社入ることなんです。確かに。でやってみたらなんか全然幸せにならなかった、なんか違うぞみたいなになっちゃう。で周り見てみたら、あれなんかあいつ学歴もないしなんかだけどなんかすげえ楽しくやっててお金もなんかそこそこあってすげえなんかあったらみたいな、うん、あれじゃあ自分のあれはいい教育じゃなかったのみたいになるわけです。うん、だからそのもう果物イコールリンゴみたいになっちゃってるんですよ。1日3食食べないと健康とか、うん、なんか思い込みがいっぱいあるんで、うんうんうん、だ果物っていう抽象的なものがリンゴっていう具体的なものとイコールになっちゃってるっていう、まあ、今あの江戸さんがさっき言ってくれましたけど、それ本当まさにその話なんですよ。だ抽象度が高いのと抽象度が低いのが同じなんです。だ抽象度が高いものが抽象度が低いものになってくるんですよ、うん、だって教育イコールいい学校行くことって言ってもそれいい学校って具体的じゃないですか。確かに。だからまあいい学校は抽象的だったらまあ東大でもいいですけど、もう完全に具体的になっちゃってるじゃないですか、うん、だからその幸せっていうのがリンゴと同じになっちゃってる。なるほど。だからさっきの幸せで言うと、金がある男と結婚するっていう、幸せイコール金があるやつと結婚することってなると、その抽象度の上げ下げができてないんですよ、うん、だって両方とも同じ抽象度になってるから、同じ階層になっちゃってるんですね。そうそう、だからここに抽象度の上げ下げの重要さが出てくるんです。なるほど。で抽象度の上げ下げが出てこないともう頭が使われてないので、めっちゃわかります。これ多分全てが果物イコールリンゴみたいな世界なんです、その人たち。だから原発反対とか言ってる人に何言っても分かんねえみたいな。原発反対とか言っちゃってんのに原発で発電されてる電気使って生きてるみたいな、うん、アホな感じになってるわけです。じゃあ山で暮らせよっていう。あ、そう山で暮らすのが、山で暮らしてる人はいいですよね、本当の原発反対者、うん、で別に原発に石とか投げつけてもいいと思うんですけど、あの原発反対とか言ってさあ帰ろうとか言って家であの原発で発電されたあの家電生活してる人みたいな、まあ、ほとんどそれですから、うん、だから頭使えないってことです。なるほど。そこなんですよ。でだから正しいことなんて言ってほしくないっていうか、頭使ってほしいっていう方なんですよ。はい。でなんで頭使ってほしいかはもう言っちゃうと、その世界が大きくなるか小さくなるかだけなんです。だからハンター×ハンターの
なんか新世界っていうか新しい変な世界に行くか、今までの閉じこもった世界にいるか、ワンピースで言ってもいいですよね。はじめの、あのイーストブルーだけで終わるか、新世界っていうかあのでかいとこ行くかみたいな。グランドライン。だ普通の人たちはあれじゃないですか。あの分かってないんですよ。自分の村ぐらいが世界だと思ってるんですよ。うん、だから昔の人は村八分ってやられると怖いわけじゃないですか。なるほど。今私が村八分されたって別に他のとこ行けばいいやってなるわけじゃないですか。うん、だから怖くないんです。だからそれは世界が広いからじゃないですか。うん、世界が狭いと怖いんです。だってそのコミュニティ外されたら終わりだから。うん、ってなっちゃうんですよ。それがある意味洗脳です。でだもう頭がその、あの抽象度が一つになっちゃってます。うん、もうこことここしか結びつかないみたいな。うん、そう結びつかないん で、うん、で抽象度が上げ下げできれば埼玉から追い出されてもう山梨行けばいいやみたいになるわけじゃないですか、うん、日本がダメでもアメリカ行けばいいやみたいな、うん、まあそれで全部ダメだった時ちょっと問題ですけどまあそれはまあないと信じてかといってなんかその何々町から追い出されたところで怖かないし、うん、なんとかコミュニティみたいなね、うん、なんとか NI みたいなね、うん、ところから追い出されたところで別に怖かないよという話なんですよ、うん、でもなんかみんなその抽象度が低い人は怖いん、うん、そこが世界だ。そっか、だから学校でいじめられたらやめりゃいいんですよ、うん、だって他に学校いっぱいあるから。確かに。で、それで10個学校を変えたのにずっといじめられるとするんじゃないですか、うん、ほんと気づけよっていう話なんですよあれ俺がいじめられるなんかあの走ってんじゃねみたいな。さすがに、うん、だけど2個か3個変えて幸せになるとするんじゃないですかその子が。ええ、それは変えてよかったし、別にその子にいじめられる要因はそれほどもなかったってことなんですよ。特にね、1個変えて変わるんだったら全然、交通事故に遭っちゃったのと同じですから、うん、しがみつく必要はないよという感じです。うん、なるほど。だから、しがみついちゃってる。だからしがみついちゃってるイコール、握りしめじゃないですか。感ですよね。うん、で、握りしめイコール固執というか、固執というか、執着なんでってなると、あれです、我々ファミリー の、うん、あの真面目な方のバイブルと言われている、うん、あの禅の本がありますけどあれがそれを書いてある。うん、だから我々夫婦ファミリーはそこばっかに執着しているという矛盾が生じるわけですねなるほどですね。禅、はい、あれは本当にその執着を捨てないと世界が狭くなっちゃってるよっていうことと、不流文字っていう言葉があるんですけど、本ばっか読んで、うん、本ばっか読んで知識で分かったところで使えなければ何もないよっていう、うん、その2つの教えなんです、禅っていうのは。執着捨てろっていうのもね、かっこいい4文字熟語があったはずなので、ちょっと私忘れちゃいました。あれですけど、まあ、その2つ、座右の銘じゃないですか。座右の銘でもあるし、まあ、禅の教えです。本当の意味での禅の教えです。というちょうど8時、はい、四字熟語ですか。四字熟語あるんですね。雲煙火山。風林火山ではないです。無欲転換。んー、なんだろう、なんかね、あるんですよね。これかな、あ、これかな、読めない。止める暇、断眠。あれ、います。あ、いますよ、これか。 あ、なのでちょっと、あ、まあ、ちょっと四字熟語はまた調べるとしてちょっとN田氏の、まあ、このお話を聞いたりとか、その前回のあれでちょっと、うん、ちょっと羊へのメッセージをして、でちょっと来週の朝弁に行か、あ、なるほど。いや、なんかこの間自分が嫌だなと思う言
ことは自分も、うんうん、それがチャンスだって言って、それも自分もそういうことあるなっていう疑う。ああ、あれはね、偉そうに言ってますね、羊がね。あれいいですね。うん、あれ、まああれこそが究極なんですよ、ね、うん、あれやると完璧な人間にもちろん近づいていけるわけですよ、うん、だってその 0.00001% でもそういう部分ないんですかって考えたら絶対あるんですよ、うん、濃度の違いですよね、まあ、絶対時間守らない、守ってるっていう人も、うん、いろいろ考えてみると守らない部分なんか見つかるんですよ。だから例えば今もそれ抽象度で、時間守らないやつは殺すぐらいのやついるんですよ、よく、うん、で、待ち合わせには絶対、来るわけですよね、うん、時間守って、うん、だけどなんか違う時間とか全然守らなかったりする場合ありますか、うん、なんかその変えてみると、その待ち合わせじゃない時間みたいな、寝る時間とか、ああ、まあ寝る時間とかもそうか、うん、だ自分に対しての約束ごとの時間も、うん、全部含めてすげえ考えてみるといろいろあるので、確かに、で例えばなんだろう、子供とその遊園地に行く約束をしていて、よくお父さん忙しいからつって断る、あるあるあるじゃないですか、うん、あれだって細かく見てみれば時間破ってのと同じですか、うん、なんか初めに断りゃいいみたいなルールになってるけど子供からしたらそうじゃないわけじゃないですか、うん、自分は時間守って友達と遊ぶ約束から何からもう全部断って、今度の日曜日は家族で遊園地に行くんだって守ろうとしてるわけじゃないですか。確かに。だけど親父である側のやつはなんか忙しいし、なんか大事な仕事入っちゃったからって断るわけですよね、うん、これ時間守ってないって言えないのっていう、うん、だけどそいつはなんか仕事だからっていう話でOK になっちゃってるわけですよね。じゃあ待ち合わせの時もなんか仕事の電話入っちゃったんでって言えば許せよって話じゃないですか、はい、でもそいつは待ち合わせの時はそんな電話来ても許せませんみたいになるわけですよ、うん、っていう感じです。あ、だ人間って都合がいいからそういう風に見えちゃったんですよ、うん、だ要はそのイラってきた時って自分を棚に上げてぶち切れてるんですよ。だそうやって細かくなんかすげえへりくつっぽくやっていけば、あ、自分にもこういう部分あるまで結びつけられるんですよ、うん、で考えた時にその親父も気づくわけじゃないですか、うん、あ、俺あんなに時間に守れとかなんだとかその鬼のように偉そうになんか鬼の首取ったように言ってっけど、うん、ガキの約束一つも守れねえぐらい時間守ってねえダメ人間だったなって気づけるわけじゃないですか、うん、でそこで親父が変わった時にちょっと人間的に進化するじゃないですか、うん、あ、時間にそんなこだわんのやめようってなるか、うん、いやそういうことであっても時間だからそっちもちゃんと守らないと俺はダメだってなるからどっちかに行くと思うんです。あ、もしかしね、うんうん、でもどっちかには進化してるんですよ、うんうん、それでいいじゃないですかっていう話だと思う。現状維持ではないってことです。うん、そうだ、こっちに行かなくちゃいけないっていうのは偉そうな話なんで、うんうん、だから変われるっていう話じゃないですか、うん、進化しましたよね、うん、その親父それによって、うん、でもそれを考えないそのなんか相手のイラってきたことに自分がその自分もあるんじゃないと思わない限り進化しないんですよ。ただの悪口で終わるじゃないですか、うん、だからそういうことです。でこれあんまやりすぎると全部がそのダメだらけで俺はダメ人間だみたいになっちゃうんで、それはその人のそのなんていうんですか、うん、バランスでやるべきですけど、ゼロはもう変わらないので、うん、あ、確かに、そこら辺によくいそうな人で偉そうに言ってる人になっちゃうよという、うん、だってまたこれ言うと変なやから、まあこんなやり取り聞いてないでしょうけど、はい、変なやからに私がなんかツッコミ入れたらすげえコメント書かれてるやつあるじゃないですか動画で。はいはいはい。あいつなんかツッコミだらけですからね。うん。だからその相手に対してすげえ突っ込んでるけど自分のツッコミは全部無視っていう。あ、でもああいう風になってるって思った方がいい。ああ。でも私だってそうなんで。うん。私もあいつにツッコミ入れてるけどじゃあお前どうなんだって言われたらそんないっぱいあるわけですよ。うん。でもそのお前どうなんだってあっちが言ってきてるそいつもいっぱいあるわけですよ。うん。そんなになって戦争してるみたいな感じです。ちちくり合いです。そう、父くらいなんです。だから、うん、そこから抜けて自分が直せるところを直した方がいいよっていう羊の意見はですね、うん、まあ建設的ですよねという、うんうん、前です。うん、うん、時間？あ、前ですねって言っただけです。あ、前、あ、なるほど。うん、そういうこと。はい、やべ。来ました。いや、来たわけではないんですけど。
まあそんな感じです。今日はラジオバージョンで。うん。じゃあ次は羊くんが元気にやってくれると思いますね。期待します。このバージョンもたまにはいいんです。うん。あ、まあ、じゃあたまにあの FC もやってくれる。ファンクラブみたいな。ええ。パクリじゃないですか。そんな感じです。はい。ではごきげんよう。はい、ごきげんよう。